赤星氏、今年のハムは台風の目になる。赤星、今年注目のチームは日本ハム、台風の目になる。台風の目慣れるといいな。もともとエラーと走塁死がなかったらそこそこやれるとは思うし、補強もした以上11月とは言わなくても10月までは野球楽しみたいね。オープン戦21試合とか長えな。半分で開幕してくれ。しかも実際は結構間あるからな。次の試合は来月だし、しばらく暇やな。オープン戦は土曜だけど、明日は巨人と練習試合があるぞ。楽しみだな。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。